名前の響きが素敵ナンバーワン、その名は愛のり。そこで出会った一杯に思わず青春時代を思い出す。いただきます。調査潜入。どうもうどん探偵スミスです。今回調査するお店は香川県北郡三木町にあります手打ちうどん多田製麺所さんです。香川県32店舗目のお店、手打ちうどん多田製麺所さんは地元に愛される地域密着のお店で、お昼前から地域の方々でたくさん賑わっているお店です。手打ちうどん多田製麺所さんでは、その名の通り製麺所でうどん玉やそば玉、各出汁の販売もされております。この動画を最後までご覧いただけると、香川県でもちょっと珍しいセミセルフ式の手順と手打ちうどん多田製麺所さんのお店の魅力を感じることができますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてこのチャンネルではうどんについて独自に調査した動画を多数ご覧いただけます。我々のうどん調査を見逃したくないというそこのうどん好きのあなた、今のうちにぜひチャンネル登録をして、うどん探偵団の一員となり、皆様と一緒にうどん調査をしていきましょう。それでは手打ちうどん多田製麺所さんへ調査潜入。そう、入り口は2つあります。主にこちらののれんの方から入るといい感じです。ちなみにあちらの入り口ではうどん玉やだしなど持ち帰りの際によく使われるような気がします。手指消毒を済ませ、いざ入店。入店お店の中はこのような感じです。カウンター席を基本とし4人掛けのテーブルが1つあります。そして手打ちうどん多田製麺所さんでは、お店の中で世界旅行気分を味わうことができるとか。ぜひ動画を最後までご覧ください。そして手打ちうどん多田製麺所さんの注文の流れです。香川県でも結構珍しいセミセルフ式のお店です。特にこちらの3番のうどんが運ばれてきたタイミングで代金を支払うというのは、香川県民の私ですら知りませんでした。お店が初めての方にも分かるよう順を追って説明していきますので、よろしくお願いします。注文する際はお店の奥にメニュー表がありますので、決まったら近くの店員さんに注文しましょう。メニューはこちらです。各メニュー一つ一つがナンバーワンのお墨付き。何にしようかな。お、愛のり、うどんとかけそばのミックスメニューだな。なんかネーミングの響きに心打たれた。よし、今日は愛のりだ。すいません、愛のりの一玉。愛のりの一玉、はい、愛のりって一つ一つのことで、はい、愛のり普通のかけか、かけとそばで、うん、そばでな、はい、かけやな。お願いします。そうだった、愛のりはうどん一玉、かけそば一玉の二玉だった。店員さん、惑わすようなことをしてしまってごめんなさい。注文が完了したら好きな席に座るのですが、天ぷら類やおにぎり、お寿司系もありますので、ぜひご賞味ください。今回私は揚げちくわをチョイスしました。そして好きな座席を見つけてうどんが来るのを待ちます。うどんが運ばれてきたら、このタイミングで店員さんへ代金の支払いをします。精算方法は現金または D 払い、 PayPay が可能です。いただきます。それでは名前の響きが素敵ナンバーワン愛のりをいただきます。うん、うどんとそばの掛け合わせ、なかなか面白い食感。うどんのつるっとした麺触りとそばのザラッとした麺触りがなんだか癖になる。次は揚げちくわをいただこう。これ縦の方も厚いですか。うん、カツオ風味の優しい出汁にうまさがよくちくわに染み込んでいる。そうそう、確か相乗りって一緒に乗るとかそういう意味があるらしいのですが、
なんだか私が大学時代バイクで女の子と二ケツをしたくて免許を取りに行ったのを思い出しました。まあ結局は免許をゲットできても女の子はゲットできませんでしたけどね。まあ後からほのぼの思いますけど、青春時代の真ん中は胸に刺すことばかりでしたね。もしよろしければ皆様の青春時代の思い出をぜひコメント欄で教えてください。うどんとそばの2玉ということで、ボリュームもさることながら甘めの優しい舌触りのつゆがしっかりとうまさを喉の奥へと運んできてくれる。最後の一口の前に手打ちうどん多田製麺所さんの店舗情報です。営業時間は8時から15時半まで、定休日は火曜日です。またお家でうどん作りができるうどん生地の販売もされています。ぜひご家族やご友人たちと一緒にうどんを作ってみてはいかがでしょうか。そして冒頭にも説明しました、お店で世界旅行気分が味わえるのは店主さんのご友人で世界を取り尽くすカメラマンさんの作品が展示されています。お店の壁一面に展示されていますので、ぜひうどんを食べながら世界旅行気分を味わってください。さあ名残惜しいが最後の一口をいただいていく。このお出汁も心が温まる美味しさだな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べ終えたら最後は返却口に器などを返しましょう。これが手打ちうどん多田製麺所さんの一連の流れです。手打ちうどん多田製麺所さんの魅力は伝わりましたでしょうか。もしお店に興味を持たれた方やお店に行かれた方は、ぜひコメント欄でご感想をお待ちしております。またうどん探偵団への皆様のチャンネル登録やいいねなどもよろしくお願いします。それでは次回も調査潜入、うどん探偵スミスでした。